江藤先生、はい、江藤先生、いろんなところで講座されてるじゃないですか、うんうんうん、印象に残ってる生徒さんとかいらっしゃいますか？そうね、印象に残ってる生徒で、はい、うん、あのうち体験講座ってのがあってね、はい、うん、でそこはもう一番僕が緊張するところ、うん、初めての出会いだし、はい、全然その江藤先生っていう人が何者っていうね、はい、何このヒゲとか、はい、この髪型とか、はいはい、うん、何このテンションの高さとか、なんかそういうあの初めての目線が飛び交うとこだから、はい、すごくあの緊張もするし、はい、また楽しくもあるんだけどね、うんうんうん、その時に一番印象残ってるの中では、あのうちは、うん、あの体験講座とか講座自体が、はい、高校生から OK なあ、高校生から初めて入学できるという、うん、入学できるんですよ。高校1年生の女の子で、はい、すごく体験なのにニコニコしてくれてて、なんかどっかで知ってるっていう感じだったんですが、はいはいはい、あの初めて来たんですっていうから、うん、どうしてその高校1年生で心理学とか、うん、もしくはカウンセリングの勉強、カウンセラーになりたいみたいなこと言ってくれてたんで、それはすごくいいことじゃない、はい、でどうしてなのって言ったら、はい、まあお母さんが鬱だったんですって、 あ、そういうことかと思って、うん、あよくね結構自分の周りで、うん、こう引きこもってるとか、うん、お父さんが鬱で何とかしたいとか、もしくは妹がすごく対人恐怖で苦しんでるから自分がカウンセラーになって助けてあげたいとかね、うんうん、そういう人って結構来るんで、はい、あそういうことかと思ったら、実は先生のところにお母さんが来てるんですって、はあ、そうなのって、うん、で、うん、実はお母さんが、私が幼稚園の時からうつ病で、ずっと自分は家に帰ったら自分の子供の時からの景色はカーテンが閉まっていて、部屋はお母さんが窓の光を見るとすごく苦しくなったりすごく落ち込むから、ちょうどその暗い部屋が自分が帰る場所だったと、はい、である時に家帰るとカーテンが開いてて、はい、開き始めたって言うんですよね、はい、うん、で光が差してきた、それが実はお母さんがメンタルヘルスのこのうちの心理学の講座に来た時期なんですって、はい、で毎回毎回いろんな勉強をして、はい、あのカウンセラーになるだけの勉強じゃなくて、はい、自分がなぜこんなことで落ち込みやすいのかとか、うん、なぜ自分が外の世界に対してすごくプレッシャーを感じるのかとか、うん、なんで会社の中に入ると自分はいつもいじめられる側になっちゃうのかとか、うん、どうして自分だけ攻撃されちゃうのかとかね、それは実は運が悪いではなくて、はい、実は自分の関わりを変えない限り、はい、結果的にその中から誰かが救ってくれるわけでも、神様が祈ってればね導いてくれるだけじゃなくて、はい、やっぱり努力をしないといけないし、うん、そして自分が変わっていかないといけない、うんうんうん、そういうのをまあ教室で教えてるんですよね、はい、で徐々にそのお母さん自身が、うん、あのカウンセリングの勉強しながら、実際には僕はいつもあの講座セラピーだって言って、はい、講座自体がセラピーになってるから、はい、で徐々にカーテンが開き出して、はい、あ家ってこんなに明るかったんだって、彼女曰くね、うん、こんなに光が差してる、でお母さんが笑ってる、はい、だからもう泣きそうになって、それを聞きながら、お母さんが笑ってるだけで幸せになるってすごいことじゃない、そしてお母さん自身がどんどん楽になって、うん、そして自分の家に光をくれたのが、このセリフもすごい嬉しくて、光をくれたのが、うん、先生の授業だったってお母さんが言ってたから私も行きたいって、はい、私もそうやって人の、うん、心に光を与えたり、はい、うん、自分の部屋の中に違うものをもたらしてくれる、はい、そういう心理カウンセラーになりたい、それが自分のある時期から夢になりました、でも問い合わせた時にそれは高校生にならないといけないって言われて、そっからずっとお金をね、今までは好きなものを買ってたけど確実に貯め始めて、いつか行く、それが今日夢が叶ったんですって言った言葉が僕にとってはもう最高の
プレゼントだったかな。めっちゃ素敵な話じゃないですか。もうね、今でも本当にそれってすごくね、はい、あ、この仕事やってて、うん、もちろんカウンセリングは救おうと思ってやってるから、うん、ありがたいけど、その人を救うことで、はい、救われる周りがいるんだなっていうことを再認識を僕が逆にその子から教えてもらって、うん、あ、頑張っていこうって僕が本当にエネルギーをもらって、今後もこの仕事、はい、人の幸せに、部屋に光を入れる幸せ、うん、仕事、誰か笑わなかった人に笑顔を、うんうん、作る仕事、家庭の中でもう全然閉じてた家族が外に向き始める、うん、そういう仕事を僕はやってるんだなって、そしてそういう人たちをいっぱい今後も作っていかなきゃなって思って、うん、それがやっぱりね一番、うん、その人を救おうと思ってやってる時に自分が救われる瞬間ってあるんですよ、はいはいはい、僕はいつもあの前にも YouTube で言ったかもしれないけど、はい、恋人に振られて苦しいっていう子に、はい、じゃあ今恋人と別れて苦しがってるとこに慰めに行ってきなって、うん、で一生懸命その子のために語ってる力がいつかそれで自分に全部戻ってきて、だよなって、うん、人生って一回だし、うん、いい恋愛できたと思うよって、うん、そしてもっともっと別れは新しい出会いになるし、はい、そして自分がニコニコしとかないと、はい、うん、逆に言えば戻ってくる人も戻ってこないし、うん、ニコニコして追いかけるよりもキャッと笑ってありがとう付き合えてよかったって言ったら、うん、そっちの方がよっぽどいい印象で、やっぱりあなたがいいって戻ってくる可能性もあるしねって言って、うん、一生懸命友達に言ってるうちに、うん、そうだってそうなんだよってあのね、本当面白いのは、うん、人を助ける仕事って、はい、実は自分が助けられる仕事なのね。人を救おうと思いながら、はい、実は自分がエネルギーをもらってる、うん、だから一旦そのカウンセリングっていう仕事はやりだしたら止まらない、はい、だから、はい、やっぱりね、よく大変ですねとか、うんうん、仕事は頑張ってますねって言われる、そういう人たちは、うん、あ、ほんとごめんねって、うん、好きな仕事をしてて、うん、本当に楽しくて、うん、そしてそれで周りから感謝されて、うん、そして自分も成長して、うん、こういう仕事に出会わせてくれたこと自体が僕は神様に感謝だし、うん、これで大変とか、うん、いやもう大変ですよとか言ったらきっと罰当たるなと、うん、いや本当感謝で楽しくてありがたいですって言ってやっぱり返さないと、やっぱり本当だから先生大変ですねっていう、そんだけ長時間とか一生懸命っていう人は、いやあなたの方が大変でしょうって、ちょっとやった仕事に対して疲れたとか苦しいってやりがいを感じないっていう中で生きてるよりかは、僕はカウンセラーという仕事に出会って、あ、本当に神様って何が一番幸せかっていうと、自分が一生うん、学んでいきたい、もっともっと、うん、知らないこと、心理学もあるし、自分自身もね、もっと出会ってないたくさんの人たちがいるし、その人たちがちょっとでもさっきの女の子の話じゃなくて部屋が、ね、暗くて、もしくは隅っこで、もしくはね、膝抱えて泣いてる人にちょっとでも僕らが関わったことで光が入ったり歩き出したり、世界は楽しいんだって思ってもらえる中で日々生きてることの幸せ、これ分かんないでしょって逆に褒められ、大変じゃないですかって言われる時に、いやあなたの方が大変ですよねって、そうやって仕事は大変だとか、長時間やることは苦しいことだとか、うん、なんか一生懸命やることって疲れませんかっていう中で生きてる人たちと、やればやるほど深みを感じて、もう寝なくていいかなって思えるぐらい、そういうものに出会えてる幸せを、うん、僕はみんなにも味わってもらえればなとは本当思いますね。いやー最高ですね、うん、こう誰かの家の光になって、その子供たちの光になっていく、うん、本当に希望になっていくっていう仕事はこの世界にあるなんて知ってる人が少ないと思うんですよ。そうね、なんかよくねカウンセリングって苦しくないですかとか、はい、辛い人の話を聞くんですよ。でもそこのところ、下に一番落ちてるところから上がっていくところだからね、はい、ここに関われる、
だからうちの受講生で産婦人科のね、はいはい、先生がいるんですよね、はい、その人はのぼり先生って言って笑顔学会っていうね、うん、お医者さんの学会の副会長まで行かれて、うん、笑顔が大事だよっていう、うん、その先生が言ってたんだけど、あのやっぱりね、産婦人科でやっぱ赤ちゃん取り出すじゃない、うん、でやっぱこれから人生生きるっていう中に立ち会わせてもらう、これ江藤先生最高なんですよってのぶり先生がそう言ってて、はい、あそっかって、僕らの仕事も本当にそこで出会うんですよ、はい、一番どん底で、はい、電話カウンセリングを通してちょっとでも1センチでも1000メートルでもね、うん、まあ宇宙の彼方ってでも飛んでいく人は飛んでいくんでね、はい、そういう中に自分が関与してて、はい、それで、うん、疲れたとか、はい、大変ですよって言ったら、それこそ神様が、はい、バチッて睨み聞かして、じゃあやめていいよって言われたら、これそのごめんなさい、僕この仕事を本当にやりたいんですっていう、はい、だからまあね、あの大変でしょって、ああそうですねっては、一応 そんなこと大変じゃないですよ、こんないい仕事ないですよって言うとちょっとね、まあ、そうです、角が立つ場合、角が立っちゃう場合があるから、はい、本当そうですよねって言いますけど、心の中では、うん、逆にそういう気持ちの方が大きいかな。それでもあのやっぱり江藤先生みたいにやりがいのある仕事をしてみたいって思ってる方めっちゃ多いと思うんです、うん、まずは体験講座ですかね、うん、できたら来てほしいな、はい、心理学で人を癒す、人を導く、うん、そして自分自身が見えてくる、うんうん、そう言って自分がどう変わったらいいのか、また誰かを救いたいけどどんな風にやっちゃうと、うんうん、うまくいかなくて、こうやったら、あ、そうなんだって、逆に人を一生懸命癒してるうちに自分が癒されていく、うん、そういうのをちょっとでも味わう入り口が体験講座なんで、またよければね、タイミングあったらぜひとも、いつかそのうちサムデーなんて絶対ないんで、うん、1週間のうちね、やっぱり思い立った気質で一回来てみたらどうかなと思います。ありがとうございます、うん、それでは今すぐ概要欄の LINE 公式アカウントの講座から体験講座にお申し込みいただけますので、ぜひとも会いに来てください。